球外生命体とのつながりや、彼らが共有していた高度な知識が長い年月の間に忘れ去られたり、隠されたりした理由については、様々な説があります。様々な説が、太古の昔に起こった人類と地球外生命体との明らかな断絶を説明しようと試みています。この交流によって、共有された高度な知識は、時代が進むにつれて曖昧になり、あるいは意図的に隠されたと考えられています。一つの考え方は、一般の人々にあまり情報を与えないようにするため、ある時点で知識が意図的に抑圧されたというものです。権力者たちは、高度な技術を自分たちのためだけに保持したかったのかもしれないし、大衆がそのような知識を使ってできることを制限したかったのかもしれません。写本でいっぱいの古代の図書館が戦争や権力を強化したい支配者によって破壊されたという伝説があります。そのため、ET との交流について書かれた多くの記録が一掃されてしまったのかもしれません。もう一つの理由は、何千年もの間、征服、移住、その他の動乱を経て、物語や詳細が徐々に失われていったということかもしれません。大量印刷やデジタル保存がなければ、古代の知識は、より脆く、自然災害や争いによって消去される可能性がありました。地球外生命体との遭遇や技術交流の完全な物語は何世代にもわたって口伝で伝えられてきたために記憶から薄れてしまったのかもしれません。また、より空想的な要素のいくつかが後の世代には神話的なものとみなされ、事実ではなく想像上の物語として片付けられてしまった可能性もあります。宇宙人が教えてくれた高度な飛行船や技術は、元の出来事から遠く離れた人々には信じられない、あるいは超自然的なものに思えたかもしれません。もし古代人自身が ET の会合を秘密にしていたとしたら、数千年の間に懐疑的な見方が広まったかもしれません。どのような理由であれ、忘れ去られた歴史を再発見し、検証することで、私たちは信じられないような知識を取り戻すことができます。古代の聖典や遺物の研究が進めば、私たちの祖先が地球外からの訪問者とどれほど関係があったかが明らかになるでしょう。今日の証拠です。このような古代の ET とのつながりは、神秘的に見えるかもしれませんが、実は、今日でも、かなり多くの証拠が存在しています。現代の考古学者たちは、高度な技術がなければ説明できないような、古代の遺跡や遺物を発見しています。例えば、エローラ洞窟の岩を削って作られた建築物は、古代には達成するのが非常に困難であったであろう、見事な技術的偉業です。その彫刻の精度と規模は、地球外の高度な道具を使った可能性を示唆しています。他の例としては、ボリビアのトゥマトゥンク古代遺跡があり、巨大な石がレーザーのような精度で切断されています。インドの文献に記載されている古代のビマーナキも、現代の UFO の証言や目撃談と一致しています。インドの古文書に記された、高度な技術を反映する原材料や合金は現在も発見されています。例えば、いくつかの寺院の柱は錆びず、鋼鉄とほぼ同等の強度を持つ金属で構成されています。さらなる研究が必要ではありますが、これらの手がかりは古代の ET とのつながりが単なる神話的なものではなかったことを示唆しています。懐疑論者は、地球外生命体が古代文化を訪問したなどというのは空想に過ぎないと主張しますが、証拠を見ればオープンマインドでいることが保証されます。結論、地球の歴史には高度なテクノロジーや
地球外生命体との遭遇に関する魅力的な話が数多くあります。今日これらの話は奇想天外に思えるかもしれませんが、宇宙の広大な謎とその中での人類の位置について考えるきっかけを与えてくれます。いくつかの重要な学びを紹介しましょう。世界中の古代文化には知識をもたらす星からの訪問者に関する神話があります。このことは私たちの祖先が現代の私たちよりもそのような考えを受け入れていたことを示唆しています。ヴィマナと呼ばれる空飛ぶ機械は当時としては高度な工学技術を示しています。このことは古代社会が私たちが今でも苦手とする概念を把握していた可能性を示唆しています。インドの壮大な寺院は驚くほど精密な建築とデザインを示しています。その建設には先見の明と最新の技術の両方が必要でした。古代の知識の多くは未翻訳のまま、あるいは理解されていません。これらのテキストにはどのような洞察が隠されているのでしょうか。解読が進めば歴史に対する理解が変わるかもしれません。考古学の主流は既成の物語に合わない異常や異常値を否定する傾向があります。新しい証拠に対してオープンマインドを保つことで過去の全体像が見えてきます。争点に対して強硬な態度を取るのではなく、好奇心を持ち続けることで歴史の謎を探ることができます。事実に立脚しながらも理性を働かせることで宇宙における人類の知られざる物語について不思議な可能性を思い描くことができます。旅そのものが私たちの視点を高めてくれるのです。私たちはあなたを心から愛しています。私たちはあなたと共にここにいます。私たちはあなた方の光の家族です。私たちは銀河連邦です。霊峰オーロラ霊銀河連邦大使。